どれだか。バカが。でも6体こっちから来てんだよな。てかね、誰か死にそうやったの今、誰だっけ。名前忘れたわ。名前が一瞬だけだからな。こいつが死にそうか。マジやべえじゃん。マジやべえじゃん。マジやべえじゃん。まあ、一旦逃げて。回復ができんっていうのはちょっときついんだよな。こいつは海からも来れるのがね、厄介なんだよな。6やろ ?1,2,3,4,5,6。まあ、とりあえず1回は大丈夫か。傷薬も持ってるし、とりあえずここでいいな。こいつを倒そう、とりあえず。こいつはどう倒す？動画行っちゃう？いや、動画は左に行かしたいんだよな、できれば。海入れんか。海入れんか。待てよ、どうしようかな。こいつは ?HP なんぼ？あ、やばいね。14か。こいつはサジ！サジ。これ、お前、海入れる？あ、入れない？じゃ、もしかしてこれ入れんのか？お、じゃ、いいかもしれん。このままでいいかな。あ、このままでいいや。よし。じゃ、動画で倒しちゃおう。え、こいき。え、鉄の剣。よし、いいよ、いいよ、いいよ。もう右は殲滅しよう。右は普通に。こいつは強そうやっけ、大丈夫やろ。しないやろ。よし、いける。よし、俺が決める。お前はいける。よし、オッケー。いいね。よし、これ倒せるぞ、多分。ジータ、いけ。攻撃。鉄の剣、ドーン。反撃はされない。よし、オッケー。素早さが速いからね。素早さが速いと回避もできるし、命中率も高くなると。いいね。あ、こいつ今 HP は？大丈夫やけど、回復させとくか。あれ？よし、待機。あとは運だな。よし、待ちやな。待ちの戦術やな。よし。こいつもやべえか。あー、やべえか、やべえな。回復できんのが痛いな。うわ、来たな。全然来たな。なんかめちゃくちゃカットしまくろうかと思ったら、そんなレベルじゃないな。どんどん押し寄せてくるな。お、いいね。いけ、よし、わーしゃ、必殺の一撃、いいね。いいよ、必殺の一撃、たまにやばい時もあるんだけど、こっちが瀕死状態の時にこういう状況ね。ただ、こっちは HP マックスだからね。いけいけいけ、マルス。いけいけいけ、マルス。よし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 よ。めっちゃいいよ。次、ゴードンで倒そうかな、お前は。ゴードンで倒して、マウルスやっぱ強いんだよな。あの時、最初の、なんで負けたんだろう。オグマ強いな。オグマ、めっちゃ強いじゃん。しかもめっちゃ経験値もらえるし。あ、馬が来たな。馬来たか、どうしようかな。馬来たなら、ゴードンで、とりあえず、待てよ。これ、持ち物を、交換するにはどうしたらいいの。レイピアばっかり使ったら、レイピアあと3しかないもんな。やばいもんな。この鉄の剣を、あ、渡せるやん。どうしたらいいんだ？考えろ、俺。こいつを動かして、持ち物を、剣を渡す、ジータ。おい。OK よ。で、ジータで、持ち物、鉄の剣を渡す。はい。よし。よし。で、これで、持ち物、鉄の剣を装備。よし、オッケー。準備完成。攻撃、防寒。よし、まず一体倒せ。びっくりした。二回攻撃あるからな。よし、これでとりあえず、こいつ HP 減ってる？ 1 しか減ってないね。こいつは、お、減ってるね。回復させて、短種量だな。
よし。オッケー。最初から敵がいっぱい押し寄せてくるからな。殺すなよ。殺すことはないやろ。よし。多分レイピアだと敵を倒しちゃうから。うわ、海来るじゃん。あれ、海来んかと思ったんだけどな。まあ。ラッキーですよ。全然いいっすよ。よし。いいよ。全然いいよ。あれ逃げる、あいつ。逃げるわけじゃないけど。そう、来るな。まあ、大丈夫やろ。やばいね。あいつ強えぞ。海とか混んでよ。びっくりした。そりゃ海、ここはさすがに来ないよね。あよしよし、いいよ。したら、どうする？ジータ、あれやから。マルスが、残り6。どうしようかな。まずこいつ倒す？こいつをまず倒そう。ゴードンで倒す、まずは。よし。まずこいつをぼっこし倒し。で、マルスを下にやるかな。4だもんな。下にやる？いや、待てよ。あ、でもこれジータ、ここにあれば攻撃もできてダメージも食らわない。経験値すらもらえないっていう。マジか。どうしようかな。さすがに、HP 何倍やったっけ。 HP15 か。いや、いけるやろ。いける。マルスならいける。お前ならいける。全然いける。倒せ。倒せるやろ。大丈夫やろ。これは大丈夫や。よし。これが肝やったね。で、次ですよ。次、こいつらを、マルスが、マジ倒したら、マルス死ぬ。マルスは別に死んでもいいんだよ。リセットはなしだけど、死ぬのはゲームはしょうがないから。殺すなよ。よし。もう結構来たね。頭使うね、相手。とりあえず右上倒すか。いや、右上は後ででいいや。カットしろ。右上はカットしろ。とりあえずここだな。とりあえずこれで、攻撃して、結構いけるやろ。お、いいね。あと HP 何倍やったっけ、マルス。9。よし、いける。これはいける。これで外しても、ジータで倒す。よし。オッケー。おーし。外してもジータで倒すし、マルスは死なないし、9もあったら死なんわ。とりあえず、こいつ、どうにかさないけんな。多分、こいつら11と3やろ。3やべえな。ちょっと上に逃げるか。ちょっと動画を下にやって、どこまで行く？あ、ここまでしか行かんのか。待機させて、サジがこんな感じで、ダロスやべえなぁ。ダロスもやばいから引いて。こいつは大丈夫やろ。お、いける。バツ。さすがに、ここまであったらいけるやろ。これ何歩進むの？お前何歩進むんだ？移動9。1、2、3、4、5、6、7、8、9。危ねえ。あと一歩あったらこいつ攻撃されとったよ。危ねえ。とか言いながら手やりがあったりして。あれ、ターンやりやね。よし。じゃあこれは一旦ターン終了でいっかな。よし、ターン終了でいい。右上は無視していく。あれもうどうせカットするから。で、左上をもうどうにかする。よし。いいね。全然動かんやったね。あ、強い。強いな。これで、こいつやられる可能性があるから、もうここで倒す。まず、ゴード。
やっぱね、二方攻撃はね、先にレベル上げておきたい。よし、いいね。で、ここ自体倒したいんやけどな。自体いける？これでいきたいね。手ありでね。うい。攻撃されないからね。ういよ、ういよ。はい、何してんねん、お前。何してんねん、お前。レベル4だしな。動画、いっとくか。動画で倒そう。ちょっと、よし、オッケー。いいね。めっちゃいいね。おーし。あと、3体余裕だな。あれでゆっくりしてんな。あ、じゃあ、こっからはね、カットして、まあ、重要なこういうところの建物だけは、ちょっとね、動画で出そうかなと思います。じゃあ、カットです。ダロスっていう海賊が王子に会いたがってたよ。お、危ねえ。あ、これで聞くんや。お、危ねえ。もう悪いことはやめてみんなのために戦いたいんだってさ。一度話し合って聞いてやってよ。おせえよ。よかった。危なかったな。めっちゃ危なかったな。相当危なかったな。完全にもう殺すつもりやったもん。はい、ここね。僧侶は敵の攻撃に耐えるとレベル上がるよ。僧侶なんていないけど。僧侶なんていない。あ、そういえば回復薬はおらんわ。そうや。そうやったわ。回復薬おったわ。あ、弓のやつ来るやん。カットしようかと思ったら弓のやつ来るやん。あ、でも弓のやつしか来んな。そうか。近づいたら、その一定の距離に入ったら、近づくようになってんだ。なるほどね。動画どうなる？あ、動画どうなる？動画お前ここか？あ、こうやって。ちょっとこいつで倒したいんだよな、せめてね。レベル上げたいんだよ、動画。動画かジータ。動画とジータでレベル上げたい。あ、ダメや。これ、あいつ弓や。え？ジータ様？許してください。僕にはお金がいるんです。ん？ジータ様？え、どうした？え？お前な、え？お前誰？お前誰？え、仲間になるの？あ、話すできる。お、はいはい。カシム？あなたは、ダリスのカシムね？あなたまでどうして？ああ、ジータ様、すみません。母が病気なのです。薬を買うためにどうしてもお金が欲しくて。それで海賊に雇われたのね。わかりました。少しなら私が持っています。これを持って母様の元に帰ってお上げなさい。国を裏切った私にそんな優しくしてくださるなんて。ジータ様、お許しください。私はあなたのためにこの命を捧げます。もう喋った瞬間にお前青くなってたからな。うん、なるほどね。急に来たな。あ、レベルが、確かにレベル3やったもんな。カシム。仲間どんどん増えていくの。仲間2人死んだけど、最初ね。最初死んじゃったけどね。あ、待てよ。これはちょっと、レベル上げたいから、鉄の剣でまずこいつでダメージを与え、死んじゃった。死んじゃったな。マルス強くなったな、急に。急に強いな。はい、こんにちは。ハンマーは、アーマーナイトに効くから、買っておいた方がいいよ。あ、マジで？マジでハンマー買っとったらいいんか。うわ、やべ、金ねえ。やべ、金ねえ。ここ何？あ、預かり所。預かり所。持ち物。なるほど。弓しかない。なるほど、待機。ああ、ハンマー、金なんぼあったっけ？所持金。35？ 絶対買えんわ。やべえ、ハンマー買えん。大丈夫かな？マジか。うわ、こいつ、ゴメス。テオノやん。ふざけてやがる。テオノか、マジか。動画。うわ、動画いけんかな。さすがに無理か。ちょっと一旦、主人公で頑張ってみる？テオノだから、まあ、21あったら死なんやろ。とりあえず待機させて、まあ、動画を、で、回復よりダメージを与えれば、こっちの勝ちなんですよ。とりあえず近づいておこう。はい。で、昔のゲーム、てか、ファイアエブレムはね、やっぱ時間じゃね。
あれです、あれですよ。レベル上げできるのは結構でかいかな。レベル上げしてもいいんだけどな、ちょっと主人公だけ。レベル上げの仕方を、金がねえからな、でも。金、金をちょっと手斧とか手槍とかに使っちゃったから金がねえんだよな。うわ、めっちゃレベル、HP 高っ。うぃ、レベルアップ。いいね。ちょっとね、やべえっすね。ちょっとやべえな。5はちょっと全回復するでしょう。どんな感じ？全回復してるよね。動画いけ。あー、やっぱ全回復してもね。おお、必殺の時期。おお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 、いいね。うん、まだ倒したくないんだよな。 HP なんぼ ?19。うん、倒したくないから。いや、レベル上げるか、ちょっとここで。レベルだって7やろ？俺ら2とかさ、5だからさ、ちょっとやべえんだよな。ちょ、レベル差がちょっとありすぎるわ。ちょっとレベル上げるわ。やっぱいいわ。めんどくせえ。全然、なんか全然ダメージ。こいつ、この拠点に俺つくそ弱えんだけど。レベル7のくせにくそ弱えんだけど。ちょっと武器もったいねえわ。うん、ちょっと攻撃するわ。ごめんね、ごめんね。普通に倒すわ。なんか5しかもらえんのよね。5とか10しかもらえんのよね。いや、10はまあ分かってたけど、5かよと思ってね。それやったらもう殺しちゃうわ。はい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 。わあ、もう終わるやん。なんかこいつクソ雑魚じゃん。レベル差関係ないんかな。強えぞ、動画。めっちゃ強え。負ける気せんのやけど。はい、終わり。お、レベル40。あ、レベル軽減40。ん？お、ゴメスは鋼の剣を持っていたの。いいね。はい、レベル3になった。力が1上がった。マジか。力1個だけか。まあまあ、大丈夫やろ。はい。しろ。オッケー。王子様、海賊どもを追い出していただき、ありがとうございます。これで私たちも安心して暮らすことができます。ここから、オレルアンに抜けるには、デビルマウンタンを越えるしかありません。どうかお気をつけください。あの山には、サムシアンという盗賊の手段がいます。彼らは付近の村を荒らしたり、旅人を襲ったりと大変恐れられています。特にナバールと呼ばれる用心棒はかなりの腕を持ったと聞きます。くれぐれも油断なさるんだよ。ご自分。セーブしますか？はい。セーブが終了しました。このままゲームを続けますが、早いなぁ。いいえ。データが消える間があるのでリセットを押しながら電源を切ってくださいね。リセットスイッチを押しながら電源を切ってください。リセットスイッチを押しながら？どうやっていくんや。リセットスイッチ。早い。おー。あ、これ記録を移すとかできるんや。すごっ。これマップ何本あるんだろう。マップ19か18ぐらいあるんかな。まあ、今のところまだ簡単やんけどな。いやー、次回が楽しみですね。いやー、しかし BGM なし。急になくなったな。いや、面白い。いやー、意外と面白いぞ。最初にちょっと馬のナイトの奴ら2体死んだのめちゃくちゃ痛いけど、仲間が2人増えたな。よし、いけるぞ。